ここが僕一番言いたかった。まず言えることは、はい、溝の有無、はい、これでスピンの差ってのはないんですよ。だからはい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日僕何も聞いてないんですけど今日、ね、何するんですか今日ね、はい、ウェッジ。あ、ウェッジ。ウェッジ、うん、スピンが入る、はい、そういったテクニックね、入射角とか、はい、そういったもの、スピンロフトとか、はい、そういったものは一旦ちょっと置いといて、置いとくの、置いとく、はい、テクニックは置いとく、はい、うん、で、これはあくまでギアコンテンツなんで、はい、スピンが入る、はい、まあ理屈、おお、うん、これね、正しい理解を俺は皆さんに伝えたかった、はい、なるほど。ウェッジも14さんからお会いして、そう、14さんの本当にもありがとうございます。全面協力で今日ね、本当に分かりました。じゃあ早速これはもう打席でちょっと検証します、ね、今日はね、検証しましょう。分かりました、はい、よろしくお願いしま す, いますで、今日三田さんなんかウェッジを今3本ぐらい持ってますけど、そうで、先ほど冒頭にも言いましたけど、14さんのウェッジ、はい、こちらにございます。こういった RM シリーズ、はい、58度。これね、新品お借りしてますありがとうございますありがとうございます。新品お借りしてますそして、はい、使い古した溝。そうですね、まあ大体どうですかね、1年ぐらいラウンド数多い方だとこのぐらいになっちゃうかな。1年ぐらいしっかり使うと、うん、今日ポイントこれ皆さんこれ研磨前、本当だ、ミーリングなし、おお、ツルツル、ツルツルですね。ツルツルです。本当に何の溝もない。これがこの形になる前です。これがこう成長したらこうなるんです。そう、本当に素材そのまま。その前の段階で組んで送ってくれました。ありがとうございます。いや、これ見たい人多いんじゃないの、うん、なんで今日は同じヘッドのモデル、はい、かつ同じロフトバンス。もう全部一緒にした。同じボール。もう違うのはそのフェースの溝が入ってるか入ってないか。テスターは私、高太郎が。うん、もうアプローチめちゃくちゃうまいから。ありがとうございます。これは、ええ、ほぼほぼやっぱり近しい距離で打っていただいて、はい、今日は何ヤード設定にしましたか。一応40ヤードに設定したんで、まあよくあるウェッジで使うような距離にしました、うん、はい、じゃあどういう結果なのか検証スタート。いっぱい打った。お疲れ様でした。たくさん打ちました。打ったね。まず1個目、はい、検証したのは打席で、まあ、マットの上から普通に打つ状態、うん、要はボールとフェースの間に障害物が何もない状態だよね、はい、まず新しいフレッシュなウェッジ、うん、はい、これ見ていただくとね、はい、もちろん当たり前ですけどしっかりスピン入ってます、はい、まあ、6440から、まあ、入ってるものでも7500、すごいですね、はい、橋田コーチ。結構ね、入りましたね。結構しっかり入ってる。まあ、これも、どのショットもしっかり入ってますね。はい。もう入りすぎなぐらい入ってます。まあまあ、何もこう、要は、そういう外的な要因がないので、うん、そうですね。まあ、スピンもしっかり、ちゃんと入ればかかるよっていう状態ですね。うん、で、次、はい、ちょっと使った。はい。うん、少し、ガタガタしているようなフェースがね。で、これもしっかり入ってます。はい。7096、はい。で、少ないものでも6700とかですか、うん、なんかね、打ってる感じも別にあからさまにスピンが減ったような打感は打ってて感じませんでした。そうですよね。はい。で、ほぼほぼまあ、新しいものと、多少まあ使ったとて、はい、そこまで大きな差はないよっていう時ですね。はい。そうですね。で、最後。最後。全く溝なし。はい。ツルツルです。ツルツル。はい、未使用品でね、もちろんね、はい、うん、でこれ多いもので7222、しっかり入るんですよね。少なくても6700、平均でも6960、もう遜色ないというか、もう入りすぎてるぐらい入ってる結構本当にそう溝ありと比べてもそんなに、うん、ほぼほぼ一緒なんじゃないかぐらいの。そうね。で、吉田コーチ、ね、同じように打っていただいて、別に打ち方とかもスピードも全く変えてない。はい。ね、毎回同じように打っていただきましたけれども、はい、ほとんどスピンの差はないんです。うん。なので、まず言えることは、はい、溝の有無。はい。これでスピンの差ってのはないんですよ、だから。これびっくりしましたね。まずない。スピンがこう引っかかって多くかかるっていうのは、うん、今のウェッジではほとんど関係ない。吉田コーチ全く入んないと思ってたでしょ？
いや、やっぱり言っても僕1500から2000ぐらいは減っちゃうんじゃないかなって本気で思ってましたほとんど変わらない。むしろ逆に多いのもあったりして、だからほとんどここは変わらないっていうレベルだと思います。はい、じゃあね、何のために水あんのっていうのが、そこです。この後なんですよ。そこですよ。そう。ゴルフテックで普段レッスンで使っている、まあ、ラフから打つ際のレッスンでよく使うラフマットですね。はい。で、結構しっかり長いんですね、うちのは。普通に打つのも正直難しい。はい。で、ラフの長さ、実際のラフに想定したら結構な長さです。まあ、あれ結構長いですよね。長い長い。やっぱり、もう距離の内訳、もっと言うと方向の内訳も難しく感じました。難しいよね。やっぱあんだけこうラフマットとはいえ長さがあるものなんで、うん、それがなんかこうボールとのフェーズの間に変な入り方すると、うん、なんかこう打ち出しが変わってしまうような打感の感触はちょっと感じました。やっぱちょっと距離感を合わせるのも大変そうだったね。なんかね、球数ちょっとすいません、打っちゃいましたけど。いや、いいんです、いいんです。難しかったですよ、正直。いいんです。高太郎コーチ、はい、実は私それ見ながら、はい、締め締めと思ってました思った通りやぞ。思った通りですよ、これは。もう、高太郎コーチとて、はい、そのぐらい数が増えてしまう理由。はい。ね。で、この溝っていうのは、はい、実はね、排水口の役割をしてるんですよ。排水口。ここに関して言うと、必ずボールとフェースの間に芝が必ず入ります、ね。必ず入りますね、あれは、うん。この状態になると、まず、フライヤーが入ります。フライヤーしました。フライヤーしましたね。なので、どの、ウェッジの状態でもスピン量は下がってます。はい。ね。で、ただ、はい、溝がしっかりあるものっていうのは、その芝がその溝の間に入ってくれるわけなんですよ。はい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 、なので、平面率が非常に高い状態を維持しやすいんです。なるほど。で、平面率が維持しやすいってことは、これ、打ち出しの方向も安定してくるんです。はい、なので、距離感だったり、フェースのこの左右ですね。だからか。っていうのが安定してくるんです。で、溝がちょっと、バラバラなものありましたね。ちょっと使ったウェッジ、はい、あれっていうのはもちろんしっかり溝が残ってるところもあれば、うん、潰れてる箇所もあるんです。そうです。要は排水口が一定ではない、うん、はい、それだから芝がちゃんと入ってくれたらしっかりスピンは入るかもしれない、はい、ただ入らないところは全く入らないで、そういうところにコンタクトしちゃうと、はい、これ凹凸が発生しますね。平面率が非常に悪くなりますね、はい、なのでそういった方向だったり距離感が非常に散漫になってくる。なるほど。そう。で、一番最後、溝なし。もう排水口なしですよ。排水口なしね。うん。隠してくれる場所がない。はい。もうそのままペターンですね。もうボールとのフェースの間に草がもう。もうなので、こう方向もあったもんじゃないんですよ。もう平面率が一番悪くなる状態。だからあんだけのテイクになるの。はい。距離も合わねえわ、方向も合わねえわ。そう、方向もね、まあそこまで激しいのはないけど、やっぱりなんかちょっとね、こんなに打ち出し安定しないかなぐらい。え？っていうような感じになってくるんですよ。なるね。そう。それはそうだよね。それはそうです、ね。うん、向きが全然それだけで変わっちゃうんだから。はい。うん、どういう角度で入ったりなんて、芝がどのぐらい入るなんか想定できませんからね。はい。うん、なのでそういった方向もそうですし、距離感も散漫になりやすい。うん、はい。では最後。これもう一個テストしたんですよ。ここが僕一番言いたかった。フェースに霧吹きで水でチュッチュッと、はい。まあフェースが濡れた状態を要は作って。そうなんです。それでちょっとテストしてみました。うん、そう。はい、で、もちろん排水口っていうことで説明しましたけれども、うんうん、芝が全て排水口の間にちゃんと全部入ってくれるってわけじゃないんですよ。ただ、水滴、はい、水分に関しては結構しっかり入ってくれるんです。新しいウェッジ、はい、新品のフレッシュなウェッジで、少ないものでも5,944、多いものでも6,290、約6,300ぐらいですか。もうなんか普通の人工芝から十分乾いたところで打ったのとほぼほぼ、まあ、近いバックスピン量は出せた感じですね。もう40ヤードでこれだけスピン入ってればもうしっかり止まるレベル。止まるスピン量ですかね。はい。はい、じゃあ次ちょっとこの排水口が潰れてきた、うん、はい、中古のウェッジ、はい、これでね少ないものやっぱ4,000って感じね。はい、これでしたね。やっぱりここになると差が激しくなってきましたね。差が出てきましたね。さっきの芝もそうでしたけども、うん、だいぶ差が出てくる。こんなに水で変わるんだなってちょっとこのあたりで、ビビり始めてきましたけれども、下は4000、上は5600。ああ、やっぱり中古になってくるとこの辺のやっぱりちょっと潰れてくる、排水口が狭くなってくる、そうですね、感じで溝の中にちゃんと水分が入っていかなくなってる、はい、排水口の役割をまあちょっとそう、ね、少なくなっちゃってるって、ね、そう最後、はい、排水口なし、排水口なし、これはすごい結果になりましたねそう、これを皆様にお伝えしたかった。はい、はい、どうですか皆さん、これ、はい、下784、上1057。
これね、必死のパッチで打ってこれですから。で、もうこれ距離こそなんとなくまとまってますけど、はい、これ大変でしたよね。なんか本当にそのね、同じ打ち方、同じ力感で打ったつもりでした、自分の中で。なのに、もう当たった瞬間、パンってこう、本当にフライヤーっぽく。ほぼほぼノースピンって言ってもいいレベルだね。これはグリーンに乗ってもなかなかちょっとすぐ止まんないですね。そうね、キャリーのコントロールまず難しいし、はい、もうそっからのどのぐらい転がるかっていう量も、もうこれはもう予測がつかないと思う。はい、うん、はい。なので、この溝っていうのは、とにかくこの水分。はい、水滴、そういった水が入り込んだ時のこのスピンの差っていうのをより明確にしてくれます。先ほどお見せしたラフとこの水が組み合わさるんですよ。まあ組み合わさりますよね。芝に大体水分含んでる。そうなんです。そう、この状態、やっぱラフの状態から打つとスピンは減るんです、うん、はい、そこに水分を含むともっと影響するってことなんです。なるほど。なので朝一のラフからのアプローチっていうのはちょっと溝っていうのがないウェッジで打ってしまうと、はい、まあコントロールが大変です。転がっちゃいますね。距離もそうだし方向も、もちろんスピンコントロールはどのクラブでもそうなんですけれども、はい、やっぱ距離と方向感っていうのもこれ狂っちゃうとウェッジは本当大変。そうですね。スコアにならない。はい。うん。なので僕が言いたいのは、はい、これでも皆さんお分かりいただけてると思うけれども、うん、溝がなくなってるから単純にスピンが減るっていうのはなくて、うん、そういうシチュエーションから打った時に圧倒的な差が出てくる、うん、方向性にもすごい影響してくるの、まあ、方向性とあと縦距離と縦距離と、うん、そうですね。その辺にこれさ、縦距離合わなくて方向合わなかったらさ、それもうウェッジっていうかもうクラブじゃないと思うんだけど昔のね、その角溝の時は確かにね、うん、そういう噛んでね、ボールにしっかり噛んでスピンが発生するっていう要素も多少あったんだけどね、今はもう同じルール、土俵の上でね、ウェッジが作られてますから、はい、そういったところでの差はほとんどなく、かつ、その溝だけでスピンを発生しているものではないっていうのは、皆さんにちょっとお伝えしたかった。いやー、本当にね、うん、もう神の溝知ると。ね、これ。すごいうまい。皆さんもね、ぜひ、排水口はね、もう水の通り、あと汚れ、芝、そういったところがこうちゃんとね、通るような溝のね、そうです、ものを使いましょう。本当にね、はい、僕も勉強になりました。本当ですか？ありがとうございます。良かったです。良かったです。はい、本当に皆さんもぜひね、参考にしてみてください。はい。それでは次回はどんなクラブがお届けできるでしょうか。はい。さようなら。スイングっていうことで言うと、うん、本当に人それぞれ形っていうものではなくて、今日は暑いですね、吉田コーチ。で多くの、まあ、プロ上級者はこういう、うん、ハンドマーストメニューを当ててくるっていうね、うん